183g って書いてるけど、一応 174g を示してますね。あら、え、なんで？このケーブルはちょっと怪しいですね。強引にじゃあこの状況で挿してみます。14W で充電し 7.8W だから 22 とか3とかで今同時充電ができている状況ですね。どうもこんにちは、大野です。今回スマートコピープロ 30W モデルのレビューをさせていただくんですけれども、事前にですね1点だけちょっと注意事項がございます。2023年の11月中旬にこれをリニューアルしたモデルが、発売されました。で、今回私が購入したのはあえて旧モデルを購入したわけなんですけれども、その理由としてここにも書いてるんですけども、 USB Type A×1 と書いてますよね。この USB Type A のポートがちょっと事情があって欲しかったので、まあ、今回このバッテリーを選定したという経緯になるんですけれども、じゃあ旧型と新型何が違うのか、機能的な差異っていうのは私は2つだと把握してます。1点は旧型は USB Type C と USB Type A のそれぞれが1つずつ合計2個のポートが搭載されているんですが、新モデルは USB Type C×2 とポート2つともが USB Type C になったという点ですね。これがまず1点で、2点目はですね、ここに MAX30W って書いてるんですけれども、 MAX アウトプット 30W なんですね。で、じゃあ入力っていうのは、まあこのモバイルバッテリー自体の充電については 20W までしか対応してなかったんですけれども、新モデルの方では入力も出力も両方とも 30W まで対応してます。なので新モデルの方は今までこれをフル充電するのにだいたい2時間とか2時間半とかそのぐらいかかってたところが、まあ、70分90分でできるようになったと、かなり大きな違いがありますので、まあ、よほどの理由がない限りは、間違いなくその新型の方をチョイスして、ご購入されることを強くお勧めいたします。一応概要欄の方にも旧モデル新モデル両方リンク貼っときますので、まあその必要に応じてちょっと見られてみてですね、購入を検討されればよろしいかと思うんですけれども、できれば新モデルの方をご購入されることをお勧めいたしますというのがちょっと事前にお伝えしておこうかなと思いましたので、述べさせていただきました。今回は2年以上前の製品になるんですけれども、こちらのモバイルバッテリーですね、じゃん、スマートコビープロ 30W タイプのやつですね。1万ミリアンペアワーの、容量ということで、まあ、ちょっと理由がありまして、こちらの方を購入させていただきました。こちらは旧モデルの、USB-C1 個、USB-A1 個、合計2ポートの、モデルとなります。じゃあ早速ですけれども、こちらの方を開封していきたいと思います。じゃあ開けていこう。バッテリーと両方がタイプ C のケーブル、説明書になりますけれども、まあ、説明書はいりません。いりませんじゃないよな毎度の説明書は読まないんですよね私。じゃあざっとめくってみると、だってこれ無駄なことしか書いてないもんな。仕様としては入力出力がタイプ C、 出力だけが、タイプ A ということで、この本体の充電自体はタイプ C のポートで行うみたいですね。 183g、 サイクル回数500回、蓄電時間 2.2 時間ってことで、まあまあまあかかるな。入力が 9V 2.22 だから 20W ぐらいしか出ないのか、うん、20W ぐらいでしかこれ充電できませんね。だから2時間かかるんですね。2時間、 2.2 時間かかるみたいです。こちらの方は PPS 対応、プログラマブルパワーサプライの略ですけども、この PD3.0 対応とありますけども、この PD、拡張規格なんですが、この PPS に対応していることはすごい重要で、まあ、電圧と電流をもう最適な値にこう
調整することができるので、発熱や変換ロスを最小に抑えることができるといった、そういう仕組みがあるんですけども、そちらに対応しているバッテリーですね。ぜひこのバッテリーを買うときには PPS 対応を必ず購入してください。であと PD のできれば 3.0、3.0 以上はもう大体もう 3.0 以上なんですけども、PD 3.0 以上できれば 3.1 を購入することをお勧めします。こちらのモデルはちょっと2年以上前のモデルなんで、PD 3.0 対応ということでみたいですね。はい、あとはで急速充電を行うためには急速充電に対応したデバイスと急速充電に対応した充電ケーブルが必要となります。非常に抽象的ですねと。こちらの方はiPhone15 の発売記念に動画作ってますんで、もし興味がある方はそちらの方見られてみると、むちゃくちゃ簡単にこの辺りの、ケーブルとか USB Type-C って何なのという題で、世界一分かりやすく理解するため の動画を作ってますので、そちらの方もし興味がある方はご覧ください。しっくりくる内容となっていると思います。はい、あとは2台同時充電が可能ですと。 Type-A と Type-C 両方で、充電が可能ですと。で一丁前にパススルー充電が対応してますと。パススルーっていうのはこちら本体へ充電しながらこちらからデバイスへの充電もするという、ペンに挿しといても問題ないですよという機能ですね。そんなところですか。特に目新しいものはないんですけども、なんといってもやっぱりこのね 183g、 むちゃくちゃ軽いんですよね。 iPhone15 Pro よりも軽いんじゃなかろうかと思います。本当に 183g なのかちょっと試しに測ってみときましょうかね。何グラムか測ってみたいと思います。 174g、 むっちゃ表記より軽いですね。使用よりも 9g 軽いですね。軽いのはいいことです。はい、重さはむちゃ軽いですよと。ちなみに私の iPhone15 Pro ですけれども、ケース付きで 232g あんの。いやなんかね、これ重たいと思ってたんですよね。ちょっといろいろつけてるんですけど、ここのレンズの、レンズ自体はカバーしてないんだけど、画質が落ちるのが嫌なんで、だけどここに金属のフレームみたいなのをつけてて、あとはこのマグセーフ対応してるケースをインストールしちゃってるんで、多分その分重くなっちゃってるんですけど、 230g オーバーしちゃってるな。初めて測ったんですけど、だからこれよりもぐっと軽いっていうことですね。はい、ちなみにですよ、私が超愛用してますユーグリーンの 145W タイプのこの PD3.1 対応の最強のバッテリーですね。これは1本あったらもう全て OK ってやつですね。こちらの方も動画で解説させていただいてて、結構皆さんこれ良かったよっていう声届いてるんですけど、はい、むっちゃいいです。これもう私の超今メインで使ってるバッテリーなんですけど、こちらがね、でも欠点としては重いというね、501.5g あります。重いんだけど、別にバッグに忍ばせてたらそうでもないみたいな感じですね。はい、ちなみに iPad mini 6 プラスペンシルプラスケースでだいたい 400g ぐらいですね。だからこれよりもちょっと重たい感じですよね。だから iPad Air 5 M1 iPad ですけども、ケース付きだと 608g か、これよりは軽いみたいな感じですね。そんな感じの重さなんだけど、これは 174g ということで、むっちゃ軽いですよと。ちょっと例えば飲みに行く時とか、ちょっとお出かけするよみたいな時に、こういう感じのね、ちっちゃいバッグにですね、お財布と、あとこれを入れると、ケーブル付きで入れちゃうと、これ、入るんだけど、実際持ってたこともあるけど、これいらないんですよね、別に。ちょい1回ぐらい充電できたらいいよねみたいな、このサイズだとむっちゃコンパクトに入るじゃないですか。なのでやっぱりこれ用途別にいるなっていうことですよね。はい、ちょっとこれは別にこういう風に使うために手配したわけではなくて、ちょっと別の用途で使う目的があるんで手配したんですけども、これ1万ミリアンペアアワーの容量なんですけど、これの2万ミリアンペアアワーの容量の分がもうすぐ手に入るので、そちらが手に入ったらこういう感じで持ち運びしたいと思います。そちらのはちょっと倍ぐらいの重さなんだけど、どういう製品の仕上がりかは聞いてないんだけど、300g 以上は絶対あるんで、はい、
いろいろ私モバイルバッテリー買ってきたんですけど、すごいこれって実用的というかいいサイズ感ですよね。ということで、これ持っとけばね、非常に便利じゃなかろうかと思います。まあ、ただ私はどれか1個おすすめするんであればやっぱりこれ大好きなんでこれですよね。これやっぱり機能が一番だな。まあ街とかうろうろするときにリュックとか普通にビジネスバッグとかだったら持ち歩くけど、飲みに行くときってそもそもバッテリー自体あんまり持ち歩かないんで、まあ出てても6時間とか8時間とかその程度でしょ。なので別に充電器なくてもいけるよみたいなんで最近過ごしてたんですが、これだったらちょっと忍ばしといてもいいかなと思いますよね。はい、そういう意味ではちょっと2台持ちというか、メインのモバイルバッテリーとサブという位置づけで用途別に持っておくと、どんなケースでも安心して外出できますよといった点で2台持ちすごい気持ちいいかもしれないです。まあ何度も言いますけど、これの2万ミリアンペアアワーのやつがもうすぐ、クラファンの参加の品として届くはずなんで、そちらが届いたらですね、まあそれで大体こと足りるよねみたいな世界観が生まれるかもしれないですが、まあなんて言ったって PD3.1 対応の合計 145W、 しかも単体のポートで 140W まで対応してるバッテリーってなかなかないんで、もうしかもモバイルバッテリーですよ。まあこちらの宣伝をするわけではないです、何ももらってないんでユーグリーンさんから。はい、僕が大好きなだけです。もうこれだけ1個あれば気持ちがいい生活ができますよということなんですけども、ただ、これを持ち歩かない時でもこれだったら持ち歩けるから、バッグにインしとけばいいよねみたいなサイズ感、軽さ、お手頃ですよね。はい、ということで、まあ、一応実用性に関してちょっと妄想してみたんですけれども、あとはこれケーブルタイプ C とタイプ C で、まあでもこれが入ってるってことはこれで充電しろよということですよね。何回も言いますけど、このケーブルって本当に仕様が結構複雑なんですよ。でそこに関して完全に理解して使っている方ってごくごくごくわずかで、まあ私のようなちょっとそういう仕事柄そういうことを意識する機会が多い人間は気にするんですけれども、まあ急速充電反応してるからいいや的な使い方の方がほとんどなんで、なのでちょっと本動画ではこのケーブルがいかなるものかちょっとだけ調べてみたいと思います。じゃあそしたらちょっとチェッカーの方で調べてってみたいと思いますと。もしかしたら E マーカー入ってないかもしれない、反応しないかもしれないですけども、ちょっとやってみたいと思います。はい、やってみました。あ、反応しませんね。うん、わからんな。例えばこれ私のおすすめのサンダーボルトのケーブルなんですけども、まあ、サンダーボルトのケーブルこれすごくて、240W対応の、USB4 ジェネレーション3 40GBps 対応ということで、このケーブルに関する情報っていうのが内部的に組み込まれているものが多いんですけれども、ベンダーに関してはアンデファインドって書いてるけども、例えばユーグリンさんのやつ、まあ、多分ユーグリンさんもアンデファインドになるのかな。ああ、なりましたね。この分は 20V 5A だから 100W ってことですよね。 USB2.0 オンリーって書いてます。だから USB2.0 なんだけど充電に関しては 100W までいけるケーブルなので、私これ充電用に持ち歩いてるケーブルなんですけども、まあ、こちらも前回というか、前の動画でいろいろお伝えはしてるんですが、まあ、そういうふうに用途別にケーブルは持ってるんですけど、こちらの一緒に入ってたケーブルに関しては E マーカーは対応してないみたいですね。なので分かりませんということです。わからないのでちょっと実際に見てみようかな、どのぐらいのスペックを持ったケーブルなのか。でもこれが 30W なので 30W までは対応してるはずですよね、ケーブルとしてね。このケーブルが 30W までは対応してるはずなんで、そうだな、じゃ例えばこれ充電が、65W まで充電できるんですね。じゃあこちらにユイグリーンさんの、充電器で充電してやりましょう。 100W までいけるんで、9、10、15、27、33、39、46、51、54 54W までしかいかんな、やばいな、これちょっと抜いた方がいいね。 54W までしか反応せんですね。もしかしたらちょっと危ないかもしれないですね。こういう場合はあまりよろしくないですね。
何ワットまで対応かわからない。これマニュアルにも書いてなかったですね。さっき見たら使いたくないな、こんなケーブルはな。私はちょっとこのケーブルはもうおさらばします。はい。例えばこれ240ワットまで対応しているケーブルなんですが、例えばすいません、これマグネットね、これマグネットの運用してるんで、またこのマグネットのいつも動画で紹介するんだけど、このマグネットすごい便利なんで、もし興味がある方はまた動画貼っつけておきますので見られてみてください。じゃあ話は戻しますけども、ケーブルが対応してるとこのように59ワット、なんで65ワットで充電できるはずなんですけど、あ、そういうことか。もうすでに 95% これ蓄電されてるんで、多分そのあたり制御がかかってるんだと思うんですけど、マックス 65W でこいつ自身充電できて、むちゃんこ早く充電できちゃうんですよね。ちょっとさっき50、もうちょっと低いあたりで止まってたから、もしかしたらちょっとまあ大丈夫、多分 60W タイプなのかもしれないですけど、ちょっと危険なので、これは私はちょっとこういったケーブルはあまり興味がない。まあこれ使う分には問題ないです。これ上に挿して使う分には問題ないので、これ上で使う分にはこれ使ってください。だけど私は使わないということで、このケーブルはちょっと怪しいですね。ちょっと古いタイプ、 E マーカーが入ってないから分かんないですね、どういった仕様のものなのか。はい、ということで、じゃあ実際にまずちょっと iPhone は 100% に近いので、これ 73% か、Galaxy ちょっと充電してってみようか。これがだいたい平均的に 14W ぐらいで充電できるんで、ちょっと充電してみましょう。いきます。はい、電源が灯りました。 14W 急速充電してますね。超急速充電って書いてますね。本当は20何 W まで行くんだけど、僕出たことないんですよ。っていうのが、まあそのあたりはですね、まあまた今度動画で話そうかなと思ってたんですけど、あんまり気にしなくていいです。はい、っていうのはやっぱりここのスマホ側の問題なので、効率的に充電するにはどうしたらいいかっていう、そこら辺の制御するロジックが入ってますので、常に一定で急速で充電してるわけではないんですよ。だから何パーセント溜まってるかとか、このボディの発熱状況、例えば、砂漠みたいな暑いところで熱持ってる時にガンガン充電してもいけないわけですから、低速で充電しないといけないですよね。まあ、そういったロジックが働きますので、一概に常にこのマックスで、充電できるわけでもないですし、あまり気にする必要はないです。ただ気にしないといけないのは充電器の、規格と、あとケーブルの規格、これに関してはさらにそのマグネットを挟んでますので、このマグネットの規格ですよね。とにかく関係するもの全部の規格を考えた上で、一番低い仕様のものに合わせたパフォーマンスしか出ないので、まあその点注意されてみてください。はい、ということで、超急速充電できますね、問題ないですね。じゃあ、MacBook Air をちょっと充電してみて終わりにしたいと思います。 MacBook Air を充電してみますと、14、21、23、24、27 27W ぐらいまでいきましたね。これが最大、一応 30W までいける規格のはずなんですが、これ以上ちょっといかないですね。ちなみにですよ、ユーグリーンさんの PD3.1 対応の分に挿してみると、40、あれ20、25、29、33、35、38、40、40W ぐらいまでいきましたね今。はい、なので多分 30W 対応なんですけど、 27W ぐらいまでで制限がかかっているんじゃなかろうかとね。PD3.0 の 27W、 この 27W だな。まあでもこれでもゆっくりというか、まあこれでも今充電状態にはなってないけど、まあ MacBook Air ぐらいであれば給電できますよということですね。あら、え、なんで切れちゃった、なんでだろう、反応しなくなっちゃったよ。あ、わかった、バッテリーがなくなってる。じゃあちょっとバッテリーを充電しないといけないね。さっき20何パーセントだったから、ちょっと一回満充電してみようか。充電に関しても測定してみましょう、ついでにね。じゃあ
ユーグリーンさんのこちらの方は PD3.0 対応の 100W まで対応しているタイプのやつですね。こちらで、充電をしてみましょう。いざスタートということで、今 0% になっちゃってるね。あんまりすっからかんって良くないんだよね、リチウムイオン電池っていうのは。はい、さっき一番最初の時に、使用書で見た感じでは 20W マックスみたいな感じだったから、ちょうど 20W 出てるよね。これ 19.3 ぐらい出てるから、まあこれが限界なんですね。まあもう 1% って出てるけど、まあ、あくまでもこれはまあ目安だからね。うん、これで 2.2 時間とかって書いてたよね、フル充電。じゃあこっから充電していくか。ちょっと統計を取っとこうか。じゃあこれで2時間かかっちゃうのか。あの満充電どうしようかな。一応最初だから満充電しようか。すっからかんにすることってあんまりないんで、うん、こっからちょっとあの計測していきましょう。よし、じゃあこれで満充電近くまで充電していきましょう。はい、そしたらですね、バッテリーの方 100% まで、充電しておきました。ちなみにですね、この充電している時の状況を一応ログデータとして落としておいたので、その、時の、データが今表示されているグラフとなります。でこれを見てみますと、ちょうど1時間20分ぐらいのあたりで電流が落ち始めてて、で、トータル、2時間38分40秒ということで、まあまあ使用で規定されている以上の時間がかかってる感じですね。はい、まあ、少なくとも私が持っている個体ではこのような結果となりました。なのでまあもう2時間ぐらいしたら出かけちゃってもいい感じですよね。まあその空から充電した感じで言うと、ちょうど2時間ぐらいでもう出かけちゃっていい感じじゃないかなと思います。まあこれ以上充電してもあんまり意味はないのかなと思います。はい、以上あの実測値をちょっとグラフ化してみました。まあ、ぜひ参考になさってください。じゃあこの状況でまた再びですね、 MacBook Air の方を充電してみたいと思います。それでは、はい、じゃあ MacBook 充電します。 MacBook ただいまのバッテリー残量 37% まで強引に減らしました。はい、じゃあこの状況で何ワットで充電できるでしょうか。てみましょう。刺しました。14ワット、あら14ワット、23、26、うん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 、やっぱり 26.5、 27ワットぐらいまでですね。今30ワットまでは出てないですけど、まあほぼほぼ27ワット近くぐらいで充電ができるということですね。この状況で例えば、そうですね、もう一個ポートがあって同時充電できると書いてました。もう一個計測器があるので、ちょっとタイプ C からタイプ A に変換して挿して強引にちょっとスマホでも充電してみましょうかね。ではこうして、これでここ接続できますからね。こうでいいのかな。でこちらを挿しますと、んでこれで充電したらいいんだよね。どうなるのか。タイプ A、 あ、いったたな。これ逆側だから分かりにくいけど、14W で今充電できてますね。そこにちょっとこんなことしていいのか分かんないけど、強引にじゃあこの状況で挿してみます。 MacBook につながってるこの Type C のポートを挿します。どんな状況になるかというと、14W で充電し、こちらが 7.8W 出てますね。 14.7W の 7.8
だから22とか3とかで今同時充電ができている状況ですね。じゃあこれを抜いてみましょう。そうすると14ワットしか出てなかったものが一旦リセットされ26ワット7ワット近くまでいくということですね。はい、まあ、だから多分27ワットぐらいまでなんだろうな、きっと。まあ、同時にしちゃうと合計値ちょっと減っちゃってたけど、まあ、そこら辺は多分この中のバッテリーのこうマネジメントシステムというかある一定のルールで割り振りしてるんだと思うんですけど、まあそのような結果になりましたということで、はい、もうガンガン減っちゃってるな。なんかあっという間に 10% ぐらい減っちゃったけど、まあとりあえず同時には使えるけど、まあなかなかちょっと厳しいところはあるよねと。まあスマホ2台ぐらいだったら急速充電可能じゃないのっていう感じですよね。まあ一応 MacBook だけでは26ワット7ワットぐらいで充電が可能だということですね。だからこれをもう一度やりますけども、これをですね26ワットでしか充電ができなかったですけど、こちらのこのユーグリーンさんのここに挿すともっと高速に充電ができるわけですよね。はい、13、14、21、32、33、35、36、39、42、43というようにですね、まあほぼ倍近くで充電ができるということですね。だから一応 MacBook 充電は可能だけど、ちょっと速度は 30W がマックスで、まあだいたい 26、7W ぐらいで充電ができる感じですね。その反面ユーグリーンさんのこのポート単体で 140W まで対応しているタイプのこういった、まあ、ガチのバッテリーだったらもう全然フルで、多分 45W ってもうフルで今充電がガーッといってるんですけども、一気にもう回復してますね。今 1% 上がりましたけども、やっぱりノートパソコンも充電っていうのは、まあ、こういったバッテリーを使う方が、まあ、ガチに超急速に充電できますから、例えばリュックであったりビジネスバッグとかだったら、まあ、こういったバッテリー、忍ばせておくと、かなり快適に、充電ができると思うんですけれども、ショルダーバッグとか、まあ、そういったコンパクトなバッグにお財布と、まあ、ハンカチとプラスバッテリーもこのサイズだったら余裕で入りますので、忍ばせておこうかなと。でスマホの充電は気にしてなくてもいいよ的な使い方ですよね。やはり、まあ、そういった用途ではすごい効果を発揮すると思いますので、まあ、用途別に分けてですね2台持ちする価値は十分ありそうです。はい、ということで、まあ冒頭にも申し上げました、こちらの、これ1万ミリアンペアアワーのタイプなんですけど、まあ、若干厚みは、太くなって、多分同サイズぐらいで、2万ミリアンペアアワーの、バッテリーが今クラファンで開発中だと思うんですけれども、そちらのバッテリーが12月末か12月中か、まあ、来年1月になるのか分かんないですけど、おそらく届きますんで、また届きましたら、レビューの方をしていきたいと思います。ということで今回はこちらのスマートコビープロ 30W タイプの、タイプ C のポート1個タイプ A のポート1個という、まあ、旧バージョンのモデルのやつですね。かなり2年以上経ってますけども、使ってみての感想および使用感をお伝えできたかと思います。まあ一般の方はもう本当スマホの充電が大半だと思いますので、そういう意味ではかなり使えるんじゃないかなと。むちゃくちゃ軽いですしね、使用よりも 9g 軽かったです、測定したらね。まあいろいろとモバイルバッテリー検討されている方は一つの選択肢として挙げてみられてはいかがでしょうか。一番最強なのはやっぱり言うまでもなくこちらのユーグリーンの 145W タイプの、私はやっぱりこれが一番だと思っております。某アンカーさん、まあ言ってしまいましたけどのバッテリーよりもかなり私はこっちの方がいいんじゃないかなと思ってますよ。コスパ最強です。ということで、以上となります。ご視聴いただいた方々ありがとうございました。また、動画いろいろと上げていきたいと思いますので、ぜひ遊びに来てください。それではまた。